はいどうも、今日はですね、カンニング竹山さんが、東京都知事の小池百合子さんを批判した件で、数字が間違っていたということがね、結構話題になっておりましたので、そちらの件についてお話をさせていただきたいと思います。事の経緯はですね、先月3月28日に放送されましたアッコにおまかせ TBS なんですが、そちらの番組の中でカンニング竹山さんが広告費についてですね、ちょっと数字を間違ってしまったらしいんですね。本来は制作費1800万ぐらいだったものを 4.7 億円も制作費に駆け上がってみたいな感じでお話ししていたんですが、それが誤りだったということで、一応番組内でカンニング竹山さんが後にはなるんですが、その同じ番組内で訂正はしているんですね。訂正して謝罪はしておるんですが、それに東京都の小池都知事の方が納得いかないということで、その東京都としても知ってるんですよ。そのカンニング竹山さんが訂正して謝罪しているってことは知ってるんですが、それじゃ足んねえっていうことで、また要求していると、謝罪と訂正を要求しているということなんですね。あ、違うわ。どうやら謝罪まではね、要求してないらしくて、別に謝らなくてもいいですよということで、訂正だけしたかったようなんです。はい。数字が間違っているよということで、訂正したかったようなんです。どうやらですね、その 4.7 億円っていうのが半年間の広告費の総額だったらしくて、はい。それだけ訂正できたらよかったんじゃないのかなということらしいんですね。だから別に謝罪までは特に求めていないということらしいです。で、今回のその広告費に関してのお話なんですけれども、その竹山さんが言ったのが、その制作に 4.7 億円かかっているっていうのは、これが間違いだったんですね。で、実際にはその 4.7 億円ではなくて1800万円です。はい。8本、動画を8本制作しているんですが、こちらの合計金額が1800万円になります。ですから 4.7 億円っていうね、制作費っていうのはちょっとありえないということなので、そこは完全に間違っていたということなんですね。一応ね、何の動画かっていうと、この、コロナの感染拡大にあたって、この感染拡大防止を呼びかけるネット動画ということになっております。はい。こちらの制作費が1800万円ということなんですね。でも制作費1800万でもね、結構かけてるような気はしますけどね。動画8本で1800万円でしょ。だいたい1本あたり200万円ちょっとぐらい、スタッフとか使ったりすると、でもそんくらいいくか。1本あたりちょっとどれぐらいの尺のものを作ったかどうかは分かんないですけどもね、撮影から編集までいろいろね、考えると、1本あたりそんくらいいってもしょうがないかとは思いますけど、これがね、安いと思うのか高いと思うのか普通だと思うのかっていうのは、これはね、その人の感性によるものなので、その経験とかもあるからね、そういう動画を撮影したことがあるかとかね、そういったこともあるので、なんとも言えないところではあるんですが、普通にね、外注でね、いろんなところにお仕事をお願いして頼んだら、そんくらいにはなるでしょうというような金額だと思っております。とあるメディアの記事によると、昨年1年間、4月から1年間のそのコロナ関係の広告費の総額は 11.1 億円だったってことなんですね。 4.7 億円じゃ効きませんよっていう話で、もっとかけてたんですよっていうお話なんです。だからここまでその 11.1 億円もかけて、効果があったのか、それぐらいかける必要があったのかどうかっていう話は、また別のお話になるかと思いますので、その辺はね、東京都民の方が、いやこれは必要だったっていうのか、それとも、いやこんなにかけなくてよかったんじゃ、他にかけるところあったんじゃないのっていうふうに言うのか、それは東京都民が考えればいいことだとは思っておりますので、その辺はね、選挙とかいろんなものをもってして判断していただければいいんじゃないかなというふうに思っております。これはね、俺がどうこうね言う話ではないかと思っているので、ただだいぶかけたねというふうには思うけどね。11億円でしょ。それで効果があったのかっていうふうに考えると、どうでしょうね。なんとも言い難いな。で、そういった経緯があるんですけれども、そのね、竹山さんは間違ったということで、番組内で、同じ番組内でね、その間違ったという発言、間違った発言をした、同じ番組内でごめんなさい、間違えましたということで謝罪して訂正はしているんです。ただ、東京都
小池都知事側としてはそれじゃ不十分だと、みんなにその訂正したものが伝わってないじゃないかということで、もう一回改めてちゃんと訂正してくださいねということを現在竹山さんに対して求めているという状況なんですが、それについて竹山さんはもう謝罪しねえと、もう訂正もしねえというふうに言っている状況だということなんです。で、竹山さんとしてはもうね、謝罪はする気はないし訂正もする気はないんですが、その小池都知事の顧問を務める都民ファーストの会の所属の議員を招いて公開討論をしたいというふうに言っているようなんですね。ご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、竹山さんってその小池さんに対して結構批判的なことをね、結構最近言っていたりするので、まあそういった関連もあるんじゃないのかと思っているんです。まあどうやらね、お金の使い方に対してちょっとあまり納得がいっていないようで、その辺のところね、その金額云々の話ではなくて、もっと他の使い方があるんじゃないのと、これだけね、まあ 11.1 億円っていう金額にはなっているわけなので、もっと他にまとも、なんかまあ都民のためにね、なる使い方があったんじゃないのかっていうことを、まあいろいろね話をしたいらしくて、まあ公開討論をね呼びかけているというような状況らしいです。一応現状こんな感じになっております。で、これに対していろんなご意見があるようです。様々な意見があるようなんですけれども、まあどっちが多いとも言い難いけれども、どちらかというと、まあ今回竹山さんに対してこう批判的な意見の方が多いような気はします。はい、何か、まあ、どんなご意見があるかっていうと、まず竹山さん間違ったんだから、これしょうがないよねというようなご意見ですね。そのなんだろう、追加でね訂正をしてくれっていうこと自体は別に間違ったことじゃないし、そのなんだろう、周知がされていないということがね、非常に問題だということで、これは別に小池都知事側が別に間違った要求をしているわけじゃないでしょというふうに言うご意見がどちらかというと多いような気もします。ただ反対する意見としては、その一民間人、まあ一タレントに対してその行政としてこういった抗議をするのはなんか独裁なんじゃないのみたいな、その言論を封殺しようとするような行為になるんじゃないのということで、まあ非難、それをその行為自体、その抗議する行為自体に批判をする人もいらっしゃるようで、まあ意見がちょっと分かれているのかなというところではあるかと思います。で、まあ今回の件を見て、まあ有事としてどのように思ったかというと、まあうまいことを東京と、まあ小池さん側はやったんじゃないのというふうには正直思ってます。はい、何かっていうと、こうやってね抗議をすることによって、俺なんかは別にアコにお任せを見ていなかったし、その竹山さんがねこういう発言をしたっていうこと自体も知らなかったんです。知らなかったんだけれども、そういう人にまで周知することができたっていうことは良かったんじゃないのと、こうやってねニュースで取り上げたりとか、ネットでねいろんな人が取り上げることによって知ることになったわけじゃないですか。多分そのアッコにお任せを見ていた以上の人がこの件を知ったんじゃないかと思うんですよ。で、竹山さんが間違ったことを言った、実際にこういう金額の使い方でしたね、金総額としてはこういうことになってますっていうことを周知することができたんであれば、それはね、良かったんじゃないのというふうに思ってますが、まあその金額が良かったか悪かったかは別としてね、だからまあうまいことやったんじゃないのかなと思ってます。だからこれでね、竹山さん自身が訂正をするとかしないとかっていうのは別の話にして、その事実がこういう事実なんだよっていうことが世間に広まるっていうことに関してはちゃんとできたんじゃないかなと思ってるんです。正しい事実が世間の人に知ってもらえるっていうことに関しては、間違いなく今回のねこの抗議によってちゃんとできたんじゃないかと思っているので、それは良かったんじゃないかなとは思いますけど、どうでしょうか。これだから抗議しなかったら多分こんなに大きなニュースにはならなかったと思っているので、まあ必要な措置だったんだろうというふうには思いますけどね、小池さん側からしてみたら。ただ一つ思うのは、別にそこまで目くじら立てるほどの内容じゃない気がするんだけどね。ちょっと数字間違って批判したぐらいでしょ。まあアホだなって思うぐらいの話でさ、もうちょっとちゃんと調べてからね批判すればよかったのにねっていうふうに思うぐらいで、まあまあ目くじら立てなくてもよかった、いいんじゃないかなとは思ってるんですけども、どうしてそこまで目くじら立てて、まあその金額の訂正とかをねさせたかったのかなっていうのはちょっと気になるところではあるんですが、まあいいんじゃないですか。
だからね、こう追加で訂正をしてくれっていう風に要請したものに関してはもう撤回して、まあ撤回というか引っ込めても、まあ十分あの役目果たしたんで、あの引っ込めさせてもらいますって言っても別にいいぐらいの効果はあったんじゃないかと思うんですけども、あとはそのなんだろうな、プライドの問題もあんのかな、わかんないけど、一回出したもの引っ込めるのはどうかと思うみたいな感じもあるかもしれないから、なかなか引っ込めづらいのかもしんないけども、別に引っ込めても問題ないぐらいの効果は俺はあったと思いますけど、逆に引っ込める方がなんだろう、まだイメージは悪くないような気がするんだけどね。そのなんだろう、かなり話題になったから、これ以上そのしてもらわなくても十分周知できたと思いますんで、要請を撤回しますって言っても俺はいいような気がするけどね。ダメかな、まあいろんな兼ね合いがあってそれができないのかな、やりたくてもできない可能性はあるかもしれないけども、別にそれぐらいしてもいいかなとは思うけどね。なんかその方がなんか人間味あるし、イメージも良くなるような気がするんですけど、どうでしょうかね。だからこのままね、撤回もせずにずっと求め続けるってなると印象もあんまり良くないじゃないですかね。もう十分効果あったんじゃないのっていうふうに思う人も多分いらっしゃると思うので、だからそれ以上ね、その強行にね、その訂正をずっと求め続けていくっていうことに関してはなんかちょっと違和感はあるので、もう十分なんじゃないんでしょうかというふうには正直思ってます。はい、訂正というその周知ね、周知が足りないという点に関してはもうこの、要請をしたことによってニュースになったっていうことで、十分ね、そのアッコにもお任せを見た人以上に伝わったんじゃないかなというふうには思っているので、いいんじゃないかなっていうのが、まあ、ユージとしての意見でございます。あとはね、竹山さんですけれども、確かにね、間違った数字をもとに批判してしまうことはね、良くないことだとは思いますが、まあただ人間ね、誰しも失敗もありますし、間違うこともあるかとは思いますので、同じようなことをね、また繰り返し行わなければいいかと思っているんです。なので、まあ竹山さんもね、今後の、まあ、発言にはお気をつけになられて、まあメディアでね、発言するっていうことに関しては非常に大きな責任を伴うかと思っていますので、今後もね、また同じようなことをされるんであればちょっとどうかなというふうに思うところではありますが、まあ次からね、失敗しないように、間違わないようにお気をつけて、メディアで発言するということのことの重大性をね、認識した上でしっかり発言していただければなというふうに、思っている次第でございます。未だにこう謝罪をしろっていうふうに言っている人もいらっしゃるようなので、いやもういいんじゃないですかとはもう正直思うけどね。一回謝罪してるし、番組内でその発言したその日にちゃんとね、その番組内で謝罪して訂正もしているわけだから、もういいんじゃないのかなとは思うんだけれども、なんでそんなに謝罪させたがるかなっていうところは正直あります。これ以上やらせるとどっかの国みたいになっちゃうよって正直思っちゃうんだけど、いいんじゃないのかなとは思うんですけども、まあわかりません。その人たちがどういうふうにね、思ってらっしゃるかわかりませんけれども、まあ十分ね、その東京都側も竹山さんも十分なんじゃないですかっていうのが、まあ私の意見でございます。はい、ということで皆さんどのようなお考えでしょうか。よかったらね、何か言いたいことがあるんであれば、コメント欄でね、コメント残していただければ幸いでございます。以上。